たし、実際現場とかでテレビの人が聞いてみても、あのニコニコでやってることは羨ましいって言うんですよね。でそれで別にあのクリエイターとして彼らは我々はすごいと当然思ってないわけで、自由にやれていいなっていう。